ロックマンエグゼ2、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、アジーナが壊滅した後からですね。また、パパのお仕事が忙しくなったんだって。壊滅ってどういうあれなの？そこにいるナビとかプログラムを全部ぶっ壊したら壊滅でいいのか？雑だな。え、これどこに行けばいいの？そういや。マリンハーバーでいいのか？前が艦長街だったからさ、名前変わるとようわからんようになってくるな。ここでいいのか？いっぱいいるな。何？お昼の注文を取りに来たんだけど、なんかおとり声中みたいで、なかなか部屋に入りづらいわね。いいよ、仕事だったら入りだって。あれ、いねえし。パパの匂いがする。ポケットの中を探ってみた。やったぜ！ロックマン。もうアタック全部上げてからラピット上げていくか。パパ大変だよ、アジナ国が。ネット、なぜそのことを知ってるんだ？さっきインターネットからメルトモに会いにアジーナスケに行ったんだ。それじゃあアジーナを滅ぼしたナビが日本に向かっていることも知ってるんだな。うん。俺たちにできること何かないかな。今、オフィシャルネットバトラーがインターネットをパトロールしてるからネットは何もしなくていいんだよ。でも俺も何かの役に立ちたいよ。そうか。じゃあパパが今研究してる理論があるんだけど、その理論を完成させるのに必要なプログラムがあるんだが、それを探してきてほしいんだ。そのプログラムはどこにあんの？それがわからないんだ。インターネットにあるらしいんだが、広大だぜインターネットは。どのエリアにあるかまではわからないんだ。わかったよパパ、そのプログラム探してくるよ。ネット、これだけは守ってほしい。もしどっかに例のナビになったら戦わずに逃げるんだぞ。でも今のロックマンの性能では多分勝つことはできない。でも逃げるばっかじゃ嫌だよ。さっき言ってたパパの研究しているプログラムはロックマンの性能をアップさせるプログラムなんだ。そのプログラムを完成させロックマンに組み込めば大きな戦力になる。そのプログラムは、チェンジバッチ、というんだが、実はプログラムの名前以外はわからないんだ。オフィシャルスクエアにある電脳掲示板に情報を求める書き込みをすると、何か情報が得られるかもしれないから、一応行ってみるといい。本当はパパが探した方がいいんだが、今は手が離せないんだ。わかってるよ、パパ。俺たちに任せておいてよ。頼んだぞ、ネット。性能アップってことはあれか、チャージか。どっかから入れないか。はい、入れる。よし。これここの中だけか。私は向こうにいるプログラムで一緒に、機械さんのお手伝いをしています。へぇ。俺も光さんなんだけどな。俺もっていうか、ネットも。こっちは？あった！黒崎関係者以外立ち入り禁止だよ。何があるかって？それはね、この国の頭脳と言われるマザーコンピューターがあるよ。略してマザコンか。マザーコンピューターはこの国の重要な機能を制御してるんだ。絶対乗っ取られるじゃん。ああ。スイッチ押さなきゃって言われるの嫌だな。失礼します。あ、みんなここでプラグインしてんのか。HP メモリー。HP 上げるよりは、オープンロック買っとこう。さあ、共に歌おう。あそこに歌うたってるナビがいるだろう。いい声だよな。わかるもんなのかそれ。最近物騒な事件が多いだろ。ほんとどうなってんだろう。なんか書いてある？雑談掲示板、ウイルス情報掲示板。情報を求める書き込みしよう。なんで書き込む？そうだな、チェンジバッジを探しています。情報待ってます。6名くぜ。じゃあこれで OK。 書き込んだよ。あとは情報が来るのを待つだけだね。どれぐらい待つんだ？そんなにすぐ返事が来るわけじゃない。短期は損期だよ。オフィシャルスクエアの中で情報収集をして時間を潰そう。それもそうだな。知ってる？
この近所でプログラムに詳しい人知らねえな。歌うたいはどうだ。プログラムに詳しい人、掲示板に書き込みしておけば見つかるんじゃない？プログラムに詳しい人ね、この辺じゃ聞かないね。何の役にも立たん。美しき街、人々集まるよ、ララ。オフィシャルスクエア。今日も平和ですね。おっと、気を抜いてはいけない。見回り見回り。そうそう、書き込みあったんじゃないか。短期だな。街角情報掲示板だ。ロックマンさんへ。初めて書き込みされたみたいですけど、ちゃんと初めましてとか挨拶しましょうね。それがネチケットってもんですよ。ああ、すいません。どうも初めまして。俺あんまりプログラムのことをよく知らないけど、プログラムに詳しい人なら知ってますよ。女の人なんだけど、よく秋晴れ町の公園でたくましい男の人と一緒にいるの。よし、ネット君。秋原町に早速行ってみよう。おう。その書き込み信用していくん普通に嫌だな。女の人なんだけど、つって。詳しいことは知ってんのに、なんか、それ以上のこと知らないんだな。なにお前。いや、ここで随分、ここで涼ませてもらってだいぶ汗が引いたよ。家帰ってきた時にさ、こういう人が立ってんのすごい嫌だよな。なんか、雨宿りしてる人がいた時すごい嫌だったもん俺。敷地内に勝手に入るってちょっと思っちゃって。雨宿ることを責めてるわけじゃなくて、敷地内に人が入ることが嫌で、なんで入ってんのって。たくましい人ってどこだよ。さっきインターネットでオフィシャルの波と話したんだけど、プラカードしなさいって言われたの。これやっぱり何かあったに違いないわね。俺とよく一緒にいる女性？俺の奥さんのことかい？ああ、彼女ならキャンプ場に行ったよ。新婚なのに旦那を置いて一人でキャンプに行っちゃうんだもんな。君彼女に用事があるんだろ？それだったらこれ彼女に渡しておいてくれない？彼女のペットの充電電池なんだ。山の中で電池切れなんか起こしたら大変だからね。それじゃあお願いしたよ。充電電池ゲット。一緒に行きゃいいのに、キャンプ。あっちはあっちでなんか、別の、あれがあんのかな。キャンプ場。もっと先でいいんだよね。クマを勝たせ、クマを。え？なんかめっちゃ走ってる。なになに？どうした？どうした？会長！あんまり無理をなさらないでください。ご乱心じゃ。会長のご乱心じゃ。え？これか？ほら、私のペットの充電電池じゃない。わざわざ持ってきてくれたの？聞きたいことがあるって何かしら？チェンジバッチか。聞いたことあるな。どこで聞いたんだっけ？思い出した。私のメール友が確かそんな名前のプログラムあるとか何とか言ってたわ。その人はどこにいるかって、コトブキスクエアに行ってごらん。多分いると思うわ。紫色したナビだからね。そうそう、そのメール友に頼まれたことがあったんだ。悪いけどこれも一緒に渡して来てくれない？メッセージデータ。なんか、いいように使われてるな。まあ、情報量か。よし。オッケー。ことぶきスクエアだったら、こっから行く方が、早いは早いのかな。よし。で、こっから、こっち。
こういう時に逃げたいよな。オッケー。多分チェンジバッジチャージ用のやつかな。そんなんだった気はするよな。こっちで、ゲート番、はい、デリートタイム。でもこれ以上早くしようって無理だよね。あれなんかいけるんだっけ、ああいうガードしてる敵にも。はい、ガード貫通とかそんなにするんだっけな、全然覚えてないな。紫色のナビ、どうしよう。よし、やばいやばい。なんかあったな、これ取ろう。ロングソードいらないな。でもソード、ワイドソード、ロングソード全部揃ってるよね今。 L で揃ってんのかな、そもそも S だっけ。我々日本から一刻も早く危機が去るように平和の祈りを捧げます。日本の平和の平和を願ってここから祈りを捧げましょう。平和、平和、平和。怖い。怖いよ。ああ、そのプログラムならアジーナスクエアにやるらしいよ。友達からのメッセージ届けてくれた俺にこれをあげるね。アジーナの鍵？アジーナの鍵？よくわからないけど僕も祈りを捧げたくなってきたぞ。怖いよ。会員以外立ち入り禁止。アジーナ。もう日本に平和が訪れますように。怖い。すごく怖い。アジーナに行くんだったら、もう一回入るか。で、からよし、よし、で、何してんの。民間のナビですね。ちょっと事件が発生したのであまりインターネットをうろつかないでください。ポリス的な感じなのか。ポリス、ネットガード。俺たちはオフィシャルの波だ。不審な波が電算エリアに入ってこないかここで見張ってるんだ。あー、アジーナからってこと。さすがに押せんじゃねえかな。
そんな恐ろしい事件があったらなんて、しばらくアジーナスケアは近寄らない方がいいかもな。そうだね。あ、持ってきたんだよ今回俺。アイムラビニ。効かぬ。ヒビ入っててよかった。はい。あ、いちいち使わなきゃいけないのめんどくせえな。ブロンズフィスト S。 ブロンズフィスト、神の国に伝わる必殺の拳。入れとくか。バストアップが良かったな。当たれ、よし。オーケー。で、こっちか。まずこいつで、あれ、ボムやっといて、ダメージ食らうか。大丈夫だね。オッケー。カウントボム。ネット承認。そうだ、いらないネット承認な。いらないネット承認は言い過ぎだな。で、こっち行って。はい。味いいなぁ。エリアの見た目好きだなぁ。こっち開けたら何だったんだろう。気になるなぁ。金。敵。まだ、まだ、まだガードしてないか？大丈夫か？よし。オッケー。で、こっちの。あれ？か、え、ま、え、ちょ、待ってよ。ちょ、待てよ。聞いてねえよ。マジかよ。うわ、ん、カットカット、チョキチョキしてる、チョキチョキしてる、やめて、チョキチョキしないで、チョキチョキしないでくれ。サテライト、なあー、くそ、そうだよな。これ邪魔だな。おら、こいつ弱え。ゴスペル、バットマン出てくんのがよ、びっくりしたわ。一旦ここで区切ろっか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。